ヤマネカは、哺乳を月子目に分類されるとが、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、日本全詞の指は4本、孔子の跡は5本、指には針状の爪が生える。盲腸がない。一部の種では、尾が切れやすい構造になっており、外敵に襲われた時に尾をじ切れして逃げる。ルイスキャロル著の不思議の国のアリスにもヤマネが登場する。 期限は4000万から6000万年前の死神よに遡ると考えられている。以下の分類、英名は、ホールデン2 0 0 5に従う。和名は、川田らに従う。多くの種は、樹状性。樹状や肥道などに、木の葉や苔などを集めた球状の巣を作る。陶器には蓄積した脂肪を使い、冬眠する。植生は雑食で、昆虫、節足動物、 蝶類の卵、果実などを食べる。繁殖形態は耐性。1回に平均4頭の幼獣を産む。ローマでは大山根を専用の壺の中で飼育して太らせてから焼いて食用とした。ルイスキャロル、不思議の国のアリスにも山根が登場する。ありがとうございます。